夏の終わり。あ、どうも、みちびきまだ閉じなし。あ、消えちゃった、消えちゃった。待って、まあ、ちょくちょく胸寄せた写真を。いや、需要あるんだって。あと令和の時っていいじゃん。この番組は毎回やってくるゲストと協力して一緒にミッションクリアを目指すパチンコ実践バラエティーです。この動画をご覧いただいて、もしよければグッドボタン、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いします。さあ、気は進まないですけど、今回のゲストを呼びましょう。この方です。夏の終わり。あ、どうも、みちびきまたです。よろしくお願いいたします。減った。もうちょっと優しく対応して。俺知ってるよ、俺も3回目は出たん。はい、会いたいから出てるってことやろ。いや、全然会いたくない。なんか俺は毎回チェックしてんの、このパチっていいじゃん。前回が夏美さんとか、俺配信のな、はい、寺井さんのやつがなんか炎上者がなんかで塩対応。そう、塩対応したら、あれはね、俺はもう平山をかばうわけじゃないけど、あれ寺井ったく俺あれは寺井ったくが悪いし、あのガールズが多分焼いたんやと思う。あと人見知り同士やろ二人とも、うん、いや、そこの感覚がちょっとおかしかったから、だから寺一択を呼ぶんやったら俺を呼べってことやと俺は思ってる。いや、それは違うと思う。また寺井くんに来てほしいもん。なんでやねんいいじゃん。ちょっとなんかあのご褒美出演権を多分覚えてないと思うんですけど。あ、今回やろ。なんかそれも、うん、だから夏美さんのやつでなんかめっちゃ出てんやろ。で、なんか俺の歴代記録が何番よ持ってたのに、それを越して、で、なんかその景品が、なんか商品券、俺の時のやつ俺胴上げやからな。ほんまに。それでなんかその出演権をもらって今日また呼んでいただいたみたいな感じでね、ありがとうございます、呼んでいただいて。すいません、今日も一生懸命頑張りますので、よろしくお願いします。すいません。で、今日は何言うんですか。そう、今日はですね、新大のパチンコ仮面ライダーゴーンを。まあね、今はもうゴーンやと思う。逆にゴーン以外何打つねんって俺も思ってんもん。え、どうですかゴーン。俺はね、結構好き。はい、ポイントを発送ミッションこちらです。え、100以上達成者もちろんあんのよねあるんよ、ご褒美あるんすよね。胴上げ、俺見てるからね商品券、前の夏美さんのやつ用意してるんですか。え、胴上げじゃなくて逆にね、違うやつ。あ、それはじゃあ行こう。だって30連ぐらい刺したらいいってことやろ。あ、一撃。いや、これ結構むずいですよ、ここ一撃。 1万5000発出したらここ全部取れるってことやろ。そうです。だから協力しましょう。はい、頑張る。しょうがないから。はいはい、ってことで今日は多分罰ゲームだと思うんですけど頑張っていきたいと思います。いい髪型してるよね。なんか俺その髪型結構好き。本当ですか。うん、あんま良くないですね。あ、行こう。あ、行こう。それでは早速実践に行ってみましょう。いいじゃん。今回実践するのはマルハン新宿東宝ビル店さん。新宿駅から歩いてすぐ、ゴジラヘッドが目印の店です。パチンコ668台、スロットは492台、設置総台数は都内最大級の1160台。この快適空間でぜひご遊戯ください。いいじゃん。それでは実践スタート。いいじゃん。あ、カスタムします。あ、もう俺プレミアムモードだけにしてる。私はじゃあ色を灼熱にします。あ、灼熱にすんの。でもこれが一番好きです。保留。でもなんかさ、触れてないから聞くけど、そのマスク何。一応先に聞いとくわ。見てる人も何やろあのマスクって思ってるやろうから。これスエオです。スエオって何ですか平山さん。スエオはこの京楽さんのオリジナルキャラでして、はい、このライダーの場合だと50回転目に、はい、もしこの前日からの残り回転数、U タイムまでの残り回転数が319回転以内だと出てくる。え、めちゃくちゃじゃあ嬉しいキャラってことですか。そうです。スエオは、うわー、いい情報ありがとうございます。なんで、はい、このスエオ出ますようにっていう意味での。なるほど。セオです。僕もじゃあ、 あのゼブラ柄なんで、京楽さんというところでゼブラ柄のマスクつけさせていただいてるんですけども、とりあえずじゃあ仮面ライダー号のある程度のスペックの紹介。あ、もうやってください。俺が、うん、ね、大当たり確率は319分の1、ね、319分の1で、確定突入率が 50%、
へそ直通でね、でトータル U タイムとか時短引き戻し込みしたら 63% ぐらいあるの。 67.3% ある時短引き戻しが。で ST120 回、 ST 継続率約83% で、右打ち中1500発 80% です。で U タイムは低確率時950回、言ったら1200回の時短がついてくる。 98% で当たるイコール ST いっぱい出る、それだけ。いいじゃん、すごい早かったですね。早かった、もうそんなもん大概みんなもう知ってるからね。そうですよね。いやこれね、使用記念の時もそうだったんですけど、あの移動保留のカスタムしてると結構あの指令、緊急指令みたいなね。ああわかる、それこれもそうなのかな。私いつもカスタムしてるから。確かにそう言われたら、あのね、倒して倒しての、そうちょっと今のはライターっぽい発言、俺ちょっと納得しちゃった、初めて平山に対してなんで初めてのなるほどね、そういうことか、うん、だと思う。可能性はある。もうライダーのことは大概聞いて、それはもうお、なんでもジャンジャン君よりは詳しくないし、寺井さんより人気でもないし、夏美さんより可愛くはないけど、みんなよりちょっとうるさいダメじゃんダメジャンポイントいただきましただスペックはさ、もう普通に言うけども甘いやん、うん、ボーダーで考えたら普通にな、激甘ですよ、激甘やん。 U タイムとかもあるし、でさ、俺ツイッターでさ動画上げたの、うん、あの動画この一発目上げた時に、島田さんの仮面ライダーの動画見て打ち抜きましたってツイッターくれた人が6万発出してんの、一撃。6万発はやむな。いやそうなんや、いや夢はあんのよ。なんかみんななんか20連とかしてたけど、どうやってすんのか本当に教えてほしい。俺最高10連やわ。え、すごい10連。でも俺2によっちゃうの。20% の2ラウンドをよう取っちゃうのよ。あ、私1回しか引いたことない。え、嘘やん。逆にそんだけ連チャンしてないから。え、でも昨日は6連、5連。え、で引いたことないで1回でした。え、やば。あ、もうめっちゃ潜入するやん。あ、緑。あ、色あれか、色々でカスタムしてる。さっきのこれ図柄叫びとかもあるんですけどね、今回なし、変動開始時の音変わってなかったんで、まあ、ガーラがいるんですよね。結局こっからで、ガーラでショッカー作戦中は約 10%、 こっからどこに上がるかどうかで、7が止まったら疑似連、ある程度ちょっと最初なんで、あの分かってると思いますけど、説明だけさせていただきますんで、すみません。でここね、ハイパーベルトフラッシュ、赤レバー発動です。注目ポイントの一つですね。でこの通常機に関して言えば結構ね、解析出たんですけど、この辺りの金文字出たら約6割。あー、疑似戦がいる。で文字チャンスから出るとかある。シャッターの色普通で、こっちのアクション行ったんで、終わっ、あの台風アタックが出てくるかどうかで、終わってからのハート戦闘員追っかけもある。台風アタックは俺当たったことないな。私当たりました。これマジ、もうこれで純粋に 15% めったに当たらないですよね。めったに当たらんけど、でハート戦闘員は SK 確定やけど、この台風で当たったら通常の可能性はあるけども、当たったら嬉しいのはそうやね。赤、うーん、まあまあ末を見たいな。あかん、ちょっと俺真面目に説明しすぎてるわこんなん俺求められてない。求められてないと思いますいやそうやね、俺分かってんねん平山にもっとわーわー言えって言われてんの、俺多分求められてる、多分そこやねん俺こんな真面目な説明いらんやろってどう考えても。でもなんかもう真面目な説明でもうるさい最悪やで、それ見ててうっさーって。いや本当うるさい。あとなんかツイッターしか見てない人の好感度やばいですよ多分。あ、やばい。え、そんなにツイッター、なんかあのファンの人じゃなくて、そう業界の人からなんか昔の島田さんを知ってる人とか特に、なんか変わったなみたいな調子乗ってんなみたいな。え、ツイッターそんなある俺。いやなんか変なポエムとか書くじゃないですか。いやポエムは書くよ、だってポエムはやもん俺。ポエムは別に書いてもええやろいや、いいんですよ。だから中身を知ってる人は別に変わったって思わないんですけど、ツイッターだけ見てる人はなんか頭やばくなったみたいなえ、じゃあちょっと待って、俺も一個言っていい？ちょ、俺もな、この平山もう俺は言っちゃう、俺はもうみんなが思ってること言っちゃうよ。なんですか？やっぱ平山よう写真とか自撮り上げるやんか、うん、俺もうほんま一個だけもう言うで、ほんま胸寄せた写真でも誰に向けて発信してんの、あれほんまに別に俺見たないね。何やあれほんま、ちょくちょく胸寄せた写真は。いや需要あるんだって。あんの？
んやろ。ピッコリいつも思う。いや、やっぱり大きいのが好きな人ばかりではないんですよ。いや、まあまあさ、世の中はな、私ぐらいの、うん、なんかもう小さすぎず大きすぎずみたいなのがちょうどいいんですよ。え、じゃあそれ何カップ？C カップ。ああ、ちょうどええ、確かに。そうですよ。なんで俺がそこ同意せなかなんで俺がそこ同意せなかな意外と重要なんですよ。なんであれ俺アップすんねやって俺も聞きたかった。あれなんなん。いや、だから需要があるから求められてんのね。じゃあそういいじゃん。末尾チャンスですよ、もうすぐ。マジ今47。お前どっから出てくんだろう。ここ歩いてくんのかな。ここらへんやん。なんかここに出るって、ああいうのは見たんですけど、どういう風に出るんだろう。まあ確かにパーンって出てくるのかな。いや、こっちに、ここで、ここに出てくる。こう、こう来るってこと。へぇ、50回転目50、消化。じゃあ次、次ちゃう。消化これの次。まあ、出てくる可能性の方が低いからね、それは50回転目、まあね、うん、100回転朝一だったら優待までの数字は絶対出るけど、あ、じゃあこれからも、まあ、出ないですね。まあ、前日いくらハマってたかも分からへんしね。そう、なんかあのやっぱデータで見れるとこと見れないとこが確かに。で、僕はちょうど今50回転出ません。うん、それは出ないですね。マッシャーね。今日だから下手したら U タイム行かないまま時間切れになるパターンがあるね。大丈夫、当たるよ。当たるかな。なんかさ、このライダーのやつでさ、ワンゲームのさ、ガットさんが4万発弾出してたらしくて、動画で、うん、なんか、ちょくちょくそのさ、6万発のやつとかもらうけど、うん、最近何発出した？結構だって、2日に1回ぐらい打ってるやろ。え、最近って何ですか？いっぱい出した中でってこと？いっぱい出した中で。待って、記憶にない、マジで。なんかさ、イメージ的にはさ、2万発ぐらい出るでしょってちょっと思っちゃうやん。なんか2万発出た。え、ライダーでですか？いや、ライダーじゃない。だからあ、なんでもよくて、なんでもよくて、出てないです。あ、海で、海で、私、海しか出ないんですよ。海で2万発出ました。え、何、金富士普通の大見方よう出したな。私、海打つと大体1万発出るんです。なんなん、その、オカルトババアみたいな。いや、海打て、海打ては1万発出ますみたいな。違う、なんだ、実際出てますから。私、金富士の初打ちでも9000発出たし。琵琶湖さんとなんか受け継いでるわ。なんか、これ打てばなんか出ますよ的な。めっちゃ受け継いでます。受け継いでんねや、受け継いでんねん。納得や。海は簡単に充電するんだけどな。なんでこれしないんだろう。ええ、あ、割れてる割れてる、みたいに言っちゃった。いい。これあと2、こっちは結構見るけどね、1個目割れてんのは。あー、いった、いったいった。俺どこのカメラ見たいの。俺わからへんけど、もうこれでもライダー SPSP 以上のコース、どうや、まあ、リーチ中よね。俺 SPSP 結構リーチ中のチャンスアッパーと当たると思ってるし。あー、ゴーンモードさ、入らんでもさ結構当たらん。当たる。俺やっぱ赤タイトルで 50% あんのよ。俺赤タイトルがめっちゃ大切だと思う。こっからなんよね、長くて。ここで V3 やん。お、あー、もう一泊、もう一泊ね。発展はするんよね前半。あ、よしよし、赤タ、赤タあるある。ちなみにね、ここでね、星増えることとかあんのよ。豪邸ね、豪邸は多分そんななんもなかったと思う。あ、ここでね、俺は豪に入らんでも全然ある。ただここでプチュンしたら、ああ、入らん、入らんでも全然、マジでライダーはあんのよ。逆に入ろうが珍しいと思うな、これマジあるな。うん、全然当たる。赤タイトルマジ 50% やろ。緑カットインじゃなければ。ああ、そうやな、赤でええのよね。で、うん、赤の上がゴーンとかやけど、赤でも全然ええのよ。うん、あい緑やね、ちょっと弱いから。当たったことあんねん、でも俺緑でも。朝一当たれ。ああ、復活したことある？ない。エアーファイブで軍予告からの V3 や。へぇ、多分復活は SP 濃厚やと思う。あー、はい、はい、
ないでもあれでもさ、まあ外れてちょっと納得やけど当たる可能性もあるやん、あれ。そう、全然当たりますよね。だから俺通常時好きやん、これライダーマジで。あ、100回転だ、これで。あ、マジで。どういう感じに出んの？俺見たことない。ここに普通に出てきます。あ、そういう感じに出てくる。どうなん？え、500ならそんなでもなくないですか？どんな感覚してるの？500ならそんなとか言う？え、そんなでもないですよ。マジで？600以内なら全然。やばいやつやな。いつもどんな人生歩んでんの、ほんま。俺一回でもハート戦闘員捕まえたやん。あ、一回もない。なかなかいかんやん。確変ですよね。うん、落とすとかもね、全然捕まえない。あ、まあ確かにね。いいじゃん。いや、それこそさ、そのオープニングでも言ったけどさ、その寺井さん、あれ、何回目ぐらい共演？共演何回目ぐらい？初めて。あ、初めてやったん？寺井さんと。ほぼ喋ったことない。え、こんだけ業界歴長くて、うん、2人ともやっぱスロットだからあんまり。あ、まあ、話にならない。で、これさ、パチっていいじゃんや。マルアのさ、街道の達人あるやろ。うん、街道の達人も出たことないの。え、なんで？あの、ほんまのこと言ってちょっと断ってんねんけど。え、なんで？うわ、遠い。遠い。いや、なんかちょっとあの忙しくて、あの自分の方が。で、さあ、もう名前出すぎ。俺の、もう寺井さんなんか、この前俺のことフリー素材や言うて、何言ってもいいんですよ、島田のことはみたいな。なんか密着島田だったらディスってもいいっていう風潮。あ、OK です。 ありますよね。あ、OK、うん、フリー素材です。俺も寺井さんと会ったこと2回ぐらいしかない。別に俺飯食いに行ったこともないし。そんな仲良くないの。え、全然全然。共演も、まあ、1回その生放送でちょっとぐらいはあるけど、なんもないのよ俺の人権は。じゃあゆうちゃろさんとかがもう尋常じゃないぐらい、動画2本に1回俺の名前出してないっていうぐらい。たまには密着島田みたいに炎上したらどうだ。ありがたいよね。なんかゆうちゃろさんに言われてもなんか許せる。ゆうちゃろそうやな。うん、実は真面目感がちょっと出ちゃってんだよな。あ、まあ確かにね。だってもうあのペカルの中で絶対一番まともですよ。あ、そうやな。だってセコちゃんから。だってそうやな。やばい、あの人やばいですよ。あ、そう、あ、そうやった、忘れてた。セコちゃんがストーカー気味やもんね。でもあの人、あの M はキャラじゃないから。ああ、まあ実際やからね。本当にあれは本当だから、あれはそういう意味ではやばい。そう考えたらもう全員と合ってんじゃん。合ってるは合ってるかもしれない。なんか大きいそのユニバカとかさ、ああいうのも俺呼ばれへんかな。でも私も結局人見知りだから、結局 ああいうとこ行ってもしようねえか、りょうちゃんとしゃべんない。やっぱああいうとこ行ったらそのさんおるんや。うん、あの時の俺はちょっと楽屋みたいな。誰がこのほんまは誰とここが仲いいとかあるやん、やっぱ。あ、なんかりょうちゃんとか結構誰とでも俺は話せそうなイメージあんの。でも結構その辰巳と会ってみんなで人狼やったりとか。あ、スロットの子とかも一緒に。あ、まあ媒体媒体で寄っちゃうってことね。そうですね。もしやね、俺も考えんのよ、もし呼ばれたら行った時やね、うん、俺はどこにおればええんやろなって思っちゃうの。でもなんかやっぱりゆうちゃろさんとか俺そういう人たちいるから、寺井くんとか二郎ちゃんもいるし。二郎ちゃんね、うん、二郎ちゃん好きやねん。ねえ、二郎ちゃん、二郎ちゃんさ、二郎ちゃんって言ってるけど、言ってしまえばさ、業界歴で言ったらさ、俺めちゃくちゃ新人やん。そうですね。なあ、確かにめちゃくちゃ新人なわけやんか。二郎ちゃんなんかこの前 LINE 来て、島田さんって急に連絡ごめんなさい。島田さんがよく着てるあのゲルニカっていうブランドのパーカーと T シャツ俺よく着てんのよ。うん、あのあれが可愛くて僕も買っちゃいました。でもし動画で被るかもしれないんでご連絡しました。動画で着ていいですかって。真面目かよと思って。キロキロ好きに、別に俺のブランドでもないし、俺がただ着てるだけやのに。私だったらなおむか、もう私がさぞ先だった感じがします。お前、俺は言うけどね、それは絶対。あれ俺が先来てたからって。だからそのあたりが、だから二郎ちゃんがさ、結構先輩から好かれるやろ多分。うん、なんか魚拓さんとかみんな好きやんか、二郎ちゃんのこと。
可愛いもんな。いやそうだ、あの辺りがやっぱ二郎ちゃんがいいところやろなって。俺なんかもう二郎ちゃんに勝ってるところな、勝ってるっていうかその業界歴とか一つもないのに聞いてくるから。いやないですね俺なんかもう一般人プラス島田ぐらいだよ、ね、ちょっと意味わからんけど今のも。いやでも人気あるじゃないですか。俺やろ、うん、俺も最近うすうす気づいてんねん。俺ちょっと人気あるんちゃう。なんで人気あるんだろう俺も思うなんか来店とか行った時になんか島田さんのファンでって結構言ってくる人がいて。じゃあ言って、じゃあ言い方やめて。じゃあ俺のファンやったらちょっとやめてやめてみたいな。そのえ腐ってんのかな見た目ちゃうねん。いや女の人が結構多くて。じゃあ見た目じゃないのよ、空気感とか見て。ほら32でこの可愛さ見た。今の一回も思ったことないけど今の平山の目見た。ほんまに死んだ魚の目してたのマジでほんまに思ってる。人気あるって思ってる。ほんまに思ってんの。いやなんでだろうなって。なんでだろうなはいらんそれは。いやツイッターのフォロワー数で言ったらやっぱ YouTube の数字はそこそこ取れてる方らしいねんけど、業界的にフォロワー数はやっぱそこまで多くないもんね。あだから人間的な強さはやっぱそこまで欠けてるんよ。なんか磯丸くんとかすごいですもんね。いやそうそう20万とか言ってるわけやろ。ただもうそんなの気にしてもしゃあないやん。あ全然私もフォロワー数とかあんま気にしたことない。ただもう俺はこのまま行きたい。だからいいと思う。好きなことを発信したいやん、うん、なんかな。私なんかだって最近野球と競馬のことしか書いてない。いやほんまやババアやほんまにお前ビール飲んでてスルメ食ったらババアやろマジで。ほんとそう野球のこと書きすぎやん。いや一番好きよ、ま、やっぱり。いや私も元カレに制御されてたんだ、あの例の。あ、例の、あ、野球好きやったあの元カレ。野球は見るなって。え、あ、野球を見るなって言われてたんです。なんで我慢してるずっと。なんで我慢、え、なんで見るな。いやなんかあれは絶対あの金が絡んでてガチじゃないから。お前の元カレほんまやっぱ言ってんなだなで、甲子園は見ていいけど、うん、プロ野球は禁止されてる、うん、大人の時なんかあったんか大人になった瞬間にあの元彼は何かあったやな。何かあったに違いないですよ本当。でもそれがあったからこそだからその野球の愛が爆発してるって言われて。そう今もう本当に爆発してます。いい旦那やな。じゃあそう考えたらな。でも旦那さん今の旦那は野球好きなんで。あ一緒に楽しめるんや。そうそのチームは違いますけど。あでもめっちゃいい。YouTube もしっかり配信して生放送して、うん、競馬もして充実してます。充実してるよなマジで。すげえなって思うたまに。めっちゃ動くやんと思うもん。いやそう体力だけあるんですよすごい。あの他の人に勝てること体力しかないんですよ。なんかしてた。なんも運動はできないんですけど。頭悪いから体力できる強いけど。あそうかもしれない。そうかもしれない。そこに全部体力に。うん、振り分けいっちゃったかも。でもさ30超えたらさほんまにでも体力ってすげえ大切やろ。私疲れないんですよね本当。やばマジ。あんま寝てもないし。マジでだからあんな動けんの。私なんか結構連勤しても大丈夫なの。マジで俺もう2連勤やめたよ。2連勤もうやめた。だから単発でしかもう働けんの決めた。私今多分17連勤。え、なんでなまだそんな働けんのお前。めっちゃ働いてます。働くんじゃん休めすごいな。でもお前だそれ何年続けてんの。え、もう私本当に妊娠中以外全部そんな感じ。いやそうやろ。だから10年ぐらい稼いでんな。おい稼いでますよ。稼いでるな。お金は好きなんで。貯金結構ある。まあ結構私お金使わないし。いやそうやんな平山の貯金結構あるらしいです。ただ俺も結構あります金持ち同士いやもうそんなやらしいのいらんねんそんな嘘ですよ。嘘ですからね、うん、別に返してないですよ。いやそうそう。だから寝てる時とか平山が育児してる時とか、うん、それ以外は全部仕事やもんな。ツイッターでやったり生放送したり。本当そうですな。早く当ててじゃん。パチンコの仕事して。パチンコの仕事を当てることやいいじゃん。吹っ飛ばしてやろうぜ。あおえパイパベルトどうしよう。何パーかちょっと調べる俺今、5割5割 50% でこれが5音以上になると全然ある。俺これなかなか見えんけどね。うわ一般人かいや全然これ当たるな。赤たい赤たい赤たいじゃないか。あーセリフもここでぶち寄せ。
あるあるあるこれ。マジ？当てんの？キラーマンが当てんの先に。全然あるここはもう一回チャンスあるからな。あ、ゴー。ああ。嘘嘘復活復活復活。いやある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 よ。ほんまにあるよ。これはある。いやゴーン出るだけ。いやそうよ。絡んでる絡んでるあるある。ほんまにある。あー出ない。いやいやちょっと待って、ちょっと立ってから、ま、ちょっと立ってからね。あー。10%いけ。うわ今の俺なんか行くと思ったわ。なんかちょっとポンって投げそうだったのに。いや捕まえたことないなあ、ミジンさん身内入ってます。一応点火。ここは点火からしか始まらんと思う。ホームスタート見たことないMC の下手なタモさん自分の空気感でいくもんね。あーセリフや。文字なし。あーキー消えちゃった、消えちゃった。待ってこれめっちゃ高くなかった？6割ぐらいな。6割ぐらいある。6割ぐらいあるやんな。消えちゃった。来たよこれは。もう SPSP までは行く。これリーチ中強かった。やった全然やったんぞ。山田さんありがとう。よしこれは当たった。もう期待度なんかええわ。マジかびっくりした今俺。いいかわいいかわいい。赤ダブル。わーよし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 。ダブルライダーの気配か。ダブルライダーじゃない方がいいけど。よし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 。あでも期待度20%。変わる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 。おしゃれ。40%カホリ。40%。あ、でもこれはある。ベルショッカー。ライダーではないね。ライダーではないけども、これ来るよ。これは来た。さすがにお待たせしました。すごいやつ。278回転ね。ルーベ。赤カホリ。それ前の動画でもしっかり突っ込んでた。消えちゃった。ここはね、結局だからもう激来来てほしいよね。お願い。いやでもある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 か。あるある。キーシャッターで赤折る。当たる。惜しい。ここのねライダーのお尻めっちゃいいお尻してんの。ちゃえねんそのえ。ないキーシャッターやで。ないない。やってんぞやってんぞ。これ多分ね平山のせい。これは悪い。なんでってか私これ久々に100回転以外で当たってない。誰もね、いつもジュースもらえてたのに。俺もジュース欲しかったの。いいじゃん。最近あった面白い話します言うて。俺最近あった面白い話するわ。俺一般人やん面白いというか俺11階に住んでんの。マンションの11階に住んでんねんけど、うん、朝さ10時ぐらいにインターホンになって宅急便来たから、うん、で起きなあかんやん寝てたのに、うん、で起きてで下開けるやん。下開けてあの水が届きました。ウォーターサーバー家。あー水届きました開けてください。あー分かりました。で代引きやの、うん、で開けてるやん。でさ普通さもう開けたらさまっすぐ来るやん。全然来ないの。あーあーあああ。でもたまになんか謎に来ないときは。いやそうな全然来なくて、うん、でたまたま外工事してたからなんかそこのエレベーターの都合なんかな思って、うん、でさ全然来へん。で俺も寝たいねんけどでも待っとかなんか代引きやから、うん、でなんか40分ぐらいピンポンなって。いや、うん、お前40分マンションの中で何してたの。40分うん。それはない。いやそやろ。焦ってだから扉パン開けたら、うんうん、もうさしかもなんか女の人やってんけど段ボールの水な、うん、もうさめっちゃ濡れてんの、段ボールの箱が。いやなんなん思って、うん、5000円札をパッて出したら、うん、ちょっとあの細かいのないですかって言われて、もう早く終わってほしかったから、いやないんすよって。じゃあ交換してきますって言って、あの両替してきます、うん、すみません、今ちょっとエレベーター壊れてて11階までこれ水運んできたんですけど、うわっって言われて、めっちゃ重いの、うんうん、でエレベーターこれ11階やねん。あ、だからびしゃびしゃ。だからもうびしゃびしゃで、もういやそれはかわいそう。ごめんなさいごめんなさい。家からもう小銭ひたすら探すんでちょっと待ってください言うて。かわいそう。もう
いや、そんなんさ、言ってくれたらええやん。今別の日でも別に。いや、そうそう、翌日でもいいし、エレベーター1時間後に直んねんから、うん、そのインターホンで言ってくれたらええのに。だって40分かかってた。40分かかって、その1時間待った方がいい。お姉ちゃんが、もう見たことがないぐらい汗かいてる、うん、顔。あれは、ね、面白いというか、なんでなんかもうちょっと逆に時間の使い方があったら、ありがとう、うん、ありがとうとは思って、ほんまにありがとうね、ありがとうございますと思ったけど、ちょっとびっくりした。いや、すごいな。お、40分だから1時間待った方が絶対変わんない。俺持たれへんのよ、あの、ほんまにぐらい重たくて、まあ、この今の話が使えるかいと、別に使えるかどうかの内容かわからんけど、いやでも最近やったから、それが一生懸命頑張ったな。いや、そう、そんなさ、何頑張った最近。え、頑張った話。いや、そんなさ、だって11回まで水をえありえない。そう考えたら、俺それの後に編集ちょっと頑張っちゃったの。あ、そんなにお姉さんが頑張るんやと、俺もちょっと頑張らなかったな。確かに俺も頑張んないとってなるな。11回水はまあやばい。お、追っかけるよ。え、マジ？もうええで。捕まえていいよ。それはヒロヤマンが今から見せてくれるから、やっぱね、マックスエディションが好きだったんで。え、待って、岩田演出あ、金よ、残る6割は出た出た、向いて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 、一戦終了。お疲れ様でした。お疲れ様です。結果は、あ、結果結果、ヒロヤマンの決定でいいじゃん。グッドボタン、そしてチャンネル登録もぜひ。さらにマルハンチャンネルではツイッターをやっておりまして、いろいろ募集したりしているので、概要欄の方からフォローの方もよろしくお願いします。